エッセンシャルプロダクツはかつて存在したアメリカの通信機器メーカー。2015年11月9日にアンディル・ービンがカリフォルニア州パロアルトに設立した。同社はアンドロイドスマートフォンエッセンシャルホーンとエッセンシャルホーン用の360度カメラを含むアクセサリーを開発、製造、販売していた。2020年2月12日、 同社は新端末の開発を進めていたが、顧客に届けるための明確な道筋がないとして、閉鎖した。創業者のアンディ・ルービン同社は2015年11月9日に、アンドロイドの共同創業者のアンディ・ルーピンによって、パロアルトに設立され、プレイグラウンドグローバルからの出資を受けた。2016年12月、1ヶ月前にマジックディープの 市へも職を辞めていたブライアン・ウォレスがルービンと共に働いていると報じられた。エッセンシャルブランド名の商標は同月に米国特許商標庁にも提出された。2017年1月、同社が非公式にスマートフォンの公開を計画していると報じられた。3月にルービンは自身のツイッター上で未発表のスマートフォンのティーザー、画像を公開した。 5月25日、同社はツイッターアカウント上でスマートフォンのティーザー画像第2弾を公開した。5月30日に同社はエッセンシャルホーンと呼ばれるスマートフォンとスマートスピーカー、エッセンシャルホームを発表した。2017年8月、アマゾン、テンセント、フォックスコーンがエッセンシャルプロダクツに出資したと報じられた。2017年8月、同社は ユニコーンとして評価された。2018年5月25日、エッセンシャルフォーンに計画が廃止され、特許、製品、エンジニアリングの人材を含め全社的に売却される可能性があると報じられた。2018年12月、エッセンシャルは、モバイルイーメールアプリ、ニュートンの所有企業クラウドマジックを買収した。2019年10月、エッセンシャルは、 エッセンシャルフォーンの次期後継機、ジェムを発表した。このデバイスは他のどのスマートフォンよりも AI アシスタントに注力していると報じられた。しかし、2020年2月12日時点で新製品は市場には登場せず、同社は顧客に届けるための明確な道筋は存在しないため、営業を終了することを発表した。 オーシャンデプス色のスマートフォンエッセンシャルフォンは2017年に発売されたスマートフォンである。このデバイスは Android 10へのアップグレードが可能で、当初は米国とカナダでのみ販売されていた。同社が廃業するため、セキュリティアップデートは2020年2月3日に配信されたものが最後となり、今後は提供されない。2019年初頭。 エッセンシャルプロダクツは2018年9月にサービスを終了したアプリ、ニュートンメールのデベロッパー、クラウドマジック、インクを買収した。買収された直後にニュートンメールはサービスを復活させた。ニュートンは2020年4月30日にサービスを終了した。プロジェクトジェムプロジェクトジェムはエッセンシャルプロダクツが開発した2代目の携帯電話のプロトタイプである。 2019年10月9日に同社のブログ記事で発表され、3ヶ月後の2020年2月12日にエッセンシャルの閉鎖に伴いキャンセルされた。エッセンシャルホームエッセンシャルホームはアンビエント OS が動作するスマートスピーカー及びスマートハブ。このデバイスは2017年後半の発売が計画されていたが発売されることはなかった。ありがとうございます。